はい、皆さんこんにちは。美幌町地域包括支援センター佐々木と申します。今日は美幌町地域包括支援センターとはどんな組織でどんな活動をしているのかということについてお話をさせてもらいたいと思います。美幌町地域包括支援センターは高齢者の方ですとか、あるいは障害をお持ちの方の総合相談窓口となっております。具体的には高齢者の方ですと、生活ですとか介護のことで困ったことがあったときに、うちの地域包括支援センターに相談をお寄せいただいたりですとか、あるいは消費者、被害ですとか、あと高齢者の虐待などを受けていて、権利侵害を受けているという方の相談なども受け付けております。あるいは、お体、知的あるいは心精神の方に、障害をお持ちの方の、相談も、日々受け付けております。例えば年金の受け方、障害を持っているんだけれども、働きたいけれどもどこに相談に行ったらいいんだろう、どこで相談に乗ってくれるんだろうということも、うちの地域包括支援センターで相談を受けさせていただいております。なので美幌町民の皆さんの、一番最初の相談窓口ということで、うちの地域包括支援センター、やっておりますので、もし介護ですとか生活のこと、あるいはサービスのことで相談をしたいという方がいらっしゃいましたら、遠慮なくお気兼ねなくお越しください。よろしくお願いします。毎年9月21日はこちらでございます。世界アルツハイマーデーとなっています。アルツハイマーというのは皆さん聞いたことありますでしょうか。アルツハイマーは、認知症、総称して認知症という病気があるんですが、その中の一つにアルツハイマー型認知症という病気がございます。アルツハイマーは世界的に見ても非常に多くの方がかかっている病気でございまして、大体7割ぐらい、70% ぐらいの方がアルツハイマー型認知症にかかっていると言われています。なので認知症の中でも一番多い病気ということになります。でその9月21日は世界アルツハイマーデーに指定されておりまして、で今回美幌町の図書館さんと、あとうちの地域包括支援センターとでタイアップをさせていただいて、いろいろ本ですとかパンフレットなどを置かせていただいて、ぜひ町民の皆さんに広く知っていただきたいなと。アルツハイマーってどんな病気なのか、認知症にかかったらどうすればいいのか、どこに相談すればいいのかということを皆さんに分かっていただきたいなと、知っていただきたいなという思いでここに準備させていただきました。いろいろちょっと本とかもですねございますので、一つ一つとは全てとはいかないんですけれども、ちょっとご紹介をさせてもらいたいなと思います。よくわかる最新医学とあります。認知症に関する、本でございまして、アルツハイマー病ですとか、あとはその認知症といってもいろいろ病気があるんですね。アルツハイマー以外にも血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症という代表的なものではこの4種類、それが認知症を構成する病気となっています。ポスターを作りました。認知症の種類とありまして、アルツハイマー型認知症、最も多い認知症の一つでございまして、脳の萎縮が起こり脳の機能が徐々に低下をしていくと。次に多いのはこちらですね、血管性認知症。これって何かと言いますと、脳梗塞や脳出血、あるいは脳動脈硬化などによって脳神経細胞が死んでしまったり、あるいは神経のネットワークが壊れたりする、
ことで発症する病気になります。美幌図書館と美幌町地域包括支援センターのタイアップさせていただいているこちらの展示期間なのですが、本日9月の14日から9月の26日までの約12日間となっております。ですが祝日を挟む関係もありまして休館も多いです。なのでなるべくお早めに皆さん足を運んでいただき、こちら展示の方ぜひぜひ一人でも多くの方に見ていただけたらありがたいなと思います。ぜひたくさんの方のご来場と、もしご相談があれば地域包括支援センターに遠慮なくお気兼ねなくご相談いただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。